はい、皆さん毎度毎度。はい、まあコメント返しね、渡辺先生ね、毎度毎度。フェルシェのハードね、試してみようと思います。まあ高い買い物ではない。さすが男だね。男なんかあんまり洋服とかね、靴とかね、あの装飾品買わないからね。で、買うもんつったらね、まあ趣味のものったって趣味がないとパーマキぐらいしか買うもんないよね。あ、でもプレジウムの CMC 使ってね、やっぱりなんか今までのねパーマ液と違うっつうの、あの感覚ね、何かパーマ液を変えるとまたなんか違う発見があるんじゃねえかってんでね、スイッチ入っちゃうよね。うちも今回こちらの難毛細毛のおばちゃんね、ロレアルデュルシアドバンスの地をね F-2 ってやつでかけたんだけど、お兄さんが今ヘアマニキュアしてるお客さん、これもねフェルシェのハードでマニキュア系で傷んでないんで、それね、それね13ミリでつけ巻き7分でかけたんでね、やっぱね綺麗にかかってんだよ。で今ね思うとね、こちらのお客様もね、細毛なもね、次回ねフェルシェのハードね、なんかね使ってみたくなったね。ほんでロレアルのデュルシアドバンス風雪だと廃盤になるって噂出てんの。 なったって構わねえよ、フェルシェのハード使うかすんじゃなってんで。やっぱミルボンはね日本の老舗メーカー、やっぱり日本人の髪の毛のことよく知ってるよね。でパーマ液もよく研究してるよね。やっぱりパーマ液もさ、慣れてるとそればっかり使っちゃうよね。だけどたまに変えた方がいいよね。で変えるときってやっぱりなんかスイッチが入んないと変えらんないよね、思いつかないと。別に言ってんでね、なんかただ惰性で使ってるっていう感じ。これね、毎晩やってるねおバカの集合体ね、定例会ね知的教養がほとんどない。だけどね、ああいうとこで、ね、ちょろっちょろってたまにね、なんかこう背中を押されたりね、輝く情報っていうのがねたまに出るからね。だからうちもフェルシェっていうのは定例会で誰かに言われたんだよね。でそれから使い出してね、やっぱ背中を押してくれるっていうのがあるよね。でさ、フェルシェのさこのパンフレットは若い姉ちゃんのロングヘアなんだよね、かけてるのがね。そう思うと若い人向けのパーマかなってなんか頭の中にすり込んじゃうんだよ、自分もね。だけどなんか多分あの渡辺先生なんかおばちゃんあれでかけちまうなんて考えてんだろうね。じゃあうちも負けらんないね。おばちゃんの頭フェルシェどんどん使っていこうね、ハードね、健康毛系の方にね。本当にねパーマってさ、パーマ液なんかどこ使っても同じだろっつってのは昔の美容師の先生かディーラーぐらい。もう美容師もね何十年もやってね、パーマの違いが分かる年になるとね、本当にこのミルボンはね CMC 使うと感動するよね。今までやってきた仕事が全部崩れるっつうの。本当に何やってたんだろう今までってね、頭を叩かれたような衝撃すら受けるよね。まあと言ってもね、パーマ液ねいくらね CMC がいいったってね、パーマ嫌いの人にかけたらねやっぱ変なパーマになるから、これは注意だよね。ねパーマ液がね本当に CMC なんか使うと本当にいいのよ。だからってね CMC 使いたくて使いたくてね、パーマ嫌いの人までにパーマ進めると失敗するから、そこは注意だな。でもね CMC ね、まあ本当に使ってんじゃない、渡辺先生も使ってるね、あれ本当にいいよね。あのパーマ液何使ってんのって、うちはどこどこの使ってるって言ったら、もうなんかパーマ液の名前聞いただけで、あうち買ったもう本当にそんな感じ。 CMC 以外の薬使ってるパーマ屋さん、あ大したパーマかけてねえだろうなって感じだよね。ね、美容業ってのは何でもありだからね、そんなことを言ってたらぬか喜びなのよ。やっぱね、チリチリにかけなきゃいけないおばちゃんには CMC 不適切だよね。はい、お疲れ様でした。